PC の調子が悪いからっていろいろいじってるとまた時間が吸われていくのであった。あのトラップドアを使った1回の爆発でもっと、まずはここだな、ここに。はい、というわけでどうもマグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。なんかね、色の感じのやつ変えてみたんですよ。収録ソフト OBS 使ってるんですけど、色変わってる。ほんと調子悪かったんですよね。何があったんだろう、本当よくわかんないですね、パソコンっていうのは。やっぱりね、物というのはね、やはり潰れるものなのでございます。おやまあ、とりあえずですね、今日はちょっとね、気軽にできるのをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは本日もやってまいりまーしょたマグニーです。行きましょう行きましょう。ひなさんがね、今ちょうどね、お顔が今見えない形になってますが、はい、こちらにいます。ちょっと収録前に確認したんですけど、あるのよ。どうなってんの？ねえ、どうなってんの？で、あなたなんでこんなとこいるの？多分ね、ここのゴーレムいると多分湧かないと思うんだよな。村人の数が少ないから、やっぱりこれウィッチどうにかしないといけないかもしれない。言うて今日はこんなことしないですけど、今日はこのゴーレムに関係するような、しないようななんか、そんなことやりたいと思います。で、意外とですね、この花火会場のこいつらが割と好評でね、こう、お誕生日の時にこう、ちょうど見えるという。で、花火が遠いからたまにズームしたりするんですけど、この価格を、もうちょっといいものにしたいなと、私はちょっと思い始めたわけ。もうちょっと近づく方がいいのかな？ボタン自体をもうちょっと近づけてあげても、この辺りにすると、もっと、ほら、めちゃくちゃ視界が綺麗になるし、良さげな気もしてきている、今日この頃。ただ単にボタンの位置を変えるだけでいいんだけど、そうなるとこの場所をどうするのってことになるからね。今日はですね、まあ、こういう感じのね、ものをね、ちょっとやっていこうかと思うんですけど、あ、そうだそうだ。まずはね、コメントをこちらご覧いただきたいんですけど、はい、こちら、兄弟ネーム、アッシュさん。ナマコ置いた周囲にボタンやトラップドアで囲ってみていかがでしょうか。兄弟ネームカレーライスさん、マグジさん提案です。土台はサンゴブロックが良きだと思います。これね、マグジマの話なんですよ。ナマコを照明に使うっつってマグジマでね、その時にトラップドアを使っていて、一つふと思い出したと。参考にしたというかですね、どっかの動画でね、見て、ちょっと覚えてないんだけど、あのトラップドアを使った兵士が作れる。兵士が。なんだそれって話なんでしょうけど。で、それをね、今日は作ろうと思ってます。今日またね、放置して、多分こいついるからもうたまんないと思うんだよな。今日も動画の最後で、ヒヤさんの方に確認しに行きたいと思います。そして、経験値が14あるから、行きますか。そうそうそう、この間の動画で判明したんだけど、ここに入ってるこいつと、これとこれを合わせれば、ああ、もうこれで終わっちゃうな。シルクタッチ。いや、今日はこれで終わるわ。もうちょっとやれると思ったら、経験値がないので、これで終わります。あ、そうそう、皆さん、そして昨日の動画についてなんですが、なんと私、実績、解除いたしました。取引の達人となりました。うちの実績を残すところあと2つでございます。これね、一番下のやつがね、1回やったんだけど失敗してるんですよね。取引した後の状態で止まってる、時が止まってるはずなんで、ゴーレムがいるんです。そう、ゴーレムがかなり増えました。こちらね、一応取引ができるようになってんな。あー、取引できる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 。しばらく待てばこれも回復するんだろうけど、エメラルドでももらっとくか。せっかくだ、ここのシルカーボックスを持って帰りたいからね、私は。じゃあ人参屋さんがいるので、人参屋さんだけね、いずれシルカーボックスをこのシルカーボックスを取り返すのを、目標としやっていこうと思います。なんて高いんだよ、牧師さんよ。今回24個エメラルドゲット。ちょっとね、私思っていることが実はあるので、先に今日ね、その兵士を作る前にちょっと やらせていただいてもいいでしょうか。っていうか、夜皆さんの方で夜かどうか確認する。あら、わざちょっとね、気になることがあって、ここの設備について。例えばですね、ここの人いらねえなみたいな、本棚の人一人で十分だなとかで、マルチショットと火炎、ああいいな。あれ、火炎がほらね、火炎がここにあるじゃんって。9の火炎がここ、17の火炎と宝釣り2と水中呼吸2だから、この人いらねえじゃんってことになるわけ。じゃあちょっと一回押すよ。はい、こうやってやると、いずれこちらの方に流れてきて、これも前やったんだけど、はい、ここにね、今2人目のトロッコのね、村人さんがここに集まってきてるわけなんですけど、おいやっ、そしてまたちょっと関係ない話し、夏の収録雷多かった気がするんだよね。ねえ、季節関係あるんじゃないので、いなくなったからベッド取るじゃん。おっと、びっくり。新しい村人を連れてこようか。次新しい村人連れてきたら、さっき穴開いたところに、一応入るようにはなってんだけど、やりたかったんですよ、これ。ずっとやりたかったの、入れ替えっていう作業をやってみたかったんですよ。はい、じゃあ行ってらっしゃい。はい、行きます。これをね、押していけることにもう気づいたというね、最近ね。よし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 、はい、落ちてください。はい、新しい村人さん来ましたね。ここまでは流れは特に問題なかった。
じゃあ次はここなんですよ。新しい村人が入るとここの当時がオフになるので、これ取るんですよ。ね、こうやな。ほら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 。ね、その村人が今新しく来た村人だから、こうやってベッドを設置してこの処理台を置く。んで、就職してもらったタイミングでって、俺はどうやって見るんだ、どうやって確認すればいいんだ、これをやってみたかったんです皆さん。いちいちこっち回らないといけないの。あれ、就職してねえ、もしかしてダメ、初見台の向きがダメ。ほら、ここ取れるじゃん。そのブロックをここに置けば割とできんじゃない。ほらでも就職してくんないね。じゃあ初見台じゃない、あの向きとかがないコンポスターとかだったらどうだろうってことで、これ取りまして、これでごめんなさいね、ここの研修ちょっとこれで終わるかな。はい、早い。やはり初見だ、向きが肝心か。君はじゃあ新しい農民と農民さんとして頑張ってくれたまえ。不自然に農民が混じりました。はい、一応入れ替わることはできるけど、師匠に関しては、初見台の向き、その辺考えると1回目でやってしまわないと新しい人に入れ替えることはできないよということは、これはっきりと分かりましたね今回でね。残念ですが、でも今回いい検証ができた。皆さん、一つのシルカーボックスが開きました。やはりゾンビーフの減りが早かったです。よし、じゃあ行きますか。いろいろと準備しなければなりません。逃避のトラップドアを作る。で、8枚しかできないのか。1回の爆発でもっと潰れてもらえるように位置変更を行います。はい、皆さんご覧ください。すげえシンプルに変更いたしました。ただ単に遅延が組まれていて、カチッと一発だけ発射する形にさせていただきました。で、位置を一個奥にずらしたことで、もうちょい木を爆破できるのではないかという、期待が込められております。TNT マジで高いな。火薬が一瞬にしなくなりますわ。よし、行くぜ。あ、爆発したね。結構近くだね。いけてるか？うん。ちゃんと爆発はされてる。回収はされてる。で、こっちの、あ、残ってるな。これがね、潰されてなければ大丈夫。確かに爆発効率は良くなったよ。良くなったけどね、手持ちの苗木がすぐなくなっちゃうよ。だからこれ潰していくしかない、手で。それではマグラジオ行きたいと思います。本当にね、もう終わりですね。もう9月入ってますしね、もうね。寂しくなるっていう方がやっぱり多かったですね。夏が好きか嫌いかという言われれば、好き嫌いが半々ぐらいだったけれども、終わったら寂しいですかと聞くとやっぱ寂しいって感じですね。はい、やってやったぜ、ホーチ。ね、スケルトンとブレイズみたいなところと、あれ、ヒアさんの絵は今回ないのかな。続きまして、ホナオムライス。そして、トムさん、スポナー大量。ほんと大量だったね、あの時。はい、こちらが、いろんな、こんなスタンプ欲しいみたいな。トムさんがすげえ。はい、というわけでね、まあなんだかんだ文句言ってましたけれども、頭皮が溜まって、頭皮の苗木もたくさん溜まって、効率は多少良くなったような気はしております。準備完了しました。さあ今回動画の締めにですね、お誕生日お祝いをするのにちょうど、まあ夜だし、あの見た目的にも綺麗なんじゃないかということで、これの位置も変えようとかって言ってたけど、今日はもうこのまま行こう。まずはここだな。ここに一体作っていきたいと思います。皆さんご覧ください。こう置くじゃん、こう置くじゃん。トラップドアでこうするじゃん。じゃあここは丸石にして、はい、石窯、石窯じゃない、なんだっけ、なんか置くじゃん。で、金床置くじゃん。で、ここに石窯置くじゃん。これ前と後ろつけといて、で今度ね、この丸石の壁をね、金床の隣に設置して、そいつの上にホッパーを設置して、ホッパーの上にこうやって、トラップドアを置いて、次にですね、ここに石臼をこうやって置いて、で、その石臼の上にトラップドアをこうやって置くでしょ。で、ちょっと降りるでしょ。ほら、見て。で、こうやって手出すことができるのよ。で、手出してさ、で、2つつなげてさ、で、3つ上げるでしょ。今3つ上げましたよ。こうするじゃん。で、こうするじゃん。はい、これでご覧ください。新しい選手を召喚したぞ。強そうでしょ。おいで、これまあ後ろがね、後ろをこう取って、こうやってね、そういうことでこうマントしてみたいな感じになるのよ。揺れるし、これ完成でいいんじゃないか。ほらほらほら、
あいいね。ずっと作りたかったんですよね。結構前に、あ、これ面白そうだと思って、なかなかね、チャンスがなかったんで、今回作ることができてよかったです。ここでもほら、ここで花火あげたらかっこよくない？本日は以上でーす。ありがとうございます。みんなも参考にして作ってみてね。ああいうのいっぱいあるからね。最後に見てみましょう。29個から増えてません。やっぱり、これがいると多分増えないと思うんだよな。それでは、本日誕生日の兄弟たちよ、活目せよ、おめでとうございます。そしてまたお会いいたしましょう。ほな、マグリフィッシュ。